皆さんこんにちは、 JA タウンオフィシャルサポーターの秋元真夏です。皆さん5月14日に配信した質問のコーナーの回覚えてますでしょうか。あの時たくさん質問いただいてたんですけど、ちょっとあまりねたくさん答えきれなかったので、今回はその続きということでお送りしたいと思います。はい、今回はお酒ではなく、こちらの JA タウン JA 全農京都ショップのカプチーノセットを飲みながらやっていきます。それではゆるふわタイムスタートです。秋元真夏のゆるふわタイム。それでは質問を選んでいきます。豆苗はまだ育てていますかということで、コロナ禍の時にこうお家でいる時間が長くなった時に豆苗買ってきて、しょっちゅうこう1回食べて2回目3回目ってやってたんですけど、なんか私の家植物とか何かが育ちやすくて、すごい伸びるんです。全部が何もかも、観葉植物とかもすぐ成長するし、まあ虫もすぐ来ちゃうしとか、なんかすごい育ちがいい家で、豆苗も多分普通3回ぐらいやったらその栄養があんまなくなっちゃってしなしなしちゃうって聞いてたんですけど、私なんか5回ぐらい出てきてビヨビヨ、それは何回かやりましたけど今はもうやってません。食材を無駄にしないようなコツとかあったりしますか。一人分だけ作ると余ったりして何に使おうか悩みますということで、いやもうそれはすごいわかります。大根とかも、まあ、1本で買うことが多いですけど、やっぱ普通に野菜室とか入れちゃうとすぐ悪くなっちゃうんで、サイコロ状に切ったやつとか、いちょう切りにしたやつとか、なんか短冊切りにしたやつとか別々に袋に分けて、それで冷凍しといて、この料理にはこれ使うとか、まあ、冷凍から使うようにするとかしたり、あとは野菜がちょっと長持ちする袋に切り分けて入れといたりとかすると、結構時間が経っても使えたりするので、それを活用したり、あとは大量に作って、もうちょっと嫌気がさすかもしれないけど4日ぐらい同じものを食べるかですね。私はまあそれやっちゃうんですけど3日ぐらい。今はグラタンとポトフを作りすぎたので、それを必死にせっせと食べてる最中です。ゆるふわという語感から真夏さんのもぐもぐタイムでいろいろな食リポをしている姿が目に浮かびます。ダイエット中の真夏さんですが、食で意識していることはありますかということで、もうねこれみんなに言われるたびにダイエットしてたんだって思い出す感じなんですけど、それぐらいご飯に関しては気にせず食べてて、なぜならこの JA タウンのオフィシャルサポーターになってから本当にいろんな美味しい食材をいただくことも多いので、それで料理するのも楽しくて、多分例年以上に食べ物を食べてる年になってるんですけど、だから、ま、意識してることって言ったら何ですかね、食で意識してることあるかな。逆に本当作ってる、その野菜を作ってる人たちの気持ちを全力で受け取るぞって気持ちで全力で食べることを意識してます。だから、まあ、全くちょダイエットにはつながってないと思うんですけど、その分ちょっとお散歩する時とかにちょっと大股で歩くとか、ちょっとお腹に力を入れてみるみたいなことでプラマイゼロになってます。JA タウンで気になるお肉見つけました。たまらん、胃袋ズッキュン。美味しいお肉は JA タウン、お肉の宅配肉市場をチェック。メンタル面の健康を保つために気をつけて食べているものや食べないようにしているものはありますか。なんだろう、確かにメンタル面の健康ってすごい大事だと思うので、私のお仕事に関わらず普通にこう会社員の方とか普通に学校通ってる人、学生さんとかも普通の日常生活でめちゃめちゃストレス溜まることって避けられないと思うので、ストレスからこう避けるっていう考え方よりはそのストレスをどう解消するかの方に私は考えを移すタイプなので、私は一人暮らしだから家に帰った瞬間からもう仕事のことはパッと頭からどんなにこう考えなきゃいけないことが、まあ、あると思うんですけど、で悩むこともあると思うんですけど、一回オフにして一人でいるっていう予定を立てることようにしてて、一人でいる時間だと本当に人にも気を使わないし、誰かに会った時にこう仕事の話とかになって、ああ思い出しちゃったみたいなこともないと思うので、今日は一人でいる日ですっていう予定を組み込んで、その時に食事は、まあ、好きなものを食べるので、やっぱ私は うどんかお餅になっちゃうんですけど、大体その2つを食べて
それ食べてる時はもうそのダイエットとかそれ全部気にせずに好きなだけ食べて、でその日はもうリセット日として、自分の中の心のリセット日として気持ちも落ち着けるし、ご飯も好きなように食べて、明日からじゃあまた仕事頑張るかっていう切り替えをすることが多いですかね。なんかあれば相談してきてください育ててみたい野菜めっちゃ聞かれてる。あ、でも埼玉に住んでる私の中学時代のお友達が毎年ゴーヤとミニトマトとあとトウモロコシとなんだっけ、なんかそのあたりすごい、あ、大根とかも送ってくれるんですよ。でそれが畑じゃなくて家庭菜園らしくて、なのに結構立派で、ゴーヤとかもすごい大きかったりとかして味も美味しいので、あのツタが見たいのでゴーヤにします。あの家にこのグリーンカーテンみたいなやってみたいです。さあそれではここで小休憩ということで、 JA タウンのカプチーノを飲んでいきたいと思います。さあこちら JA 全農京都ショップのカプチーノです。舞妓さんのとっておき抹茶のカプチーノ、ほうじ茶カプチーノのスティックタイプになっているということで、ちょっとじゃあ抹茶を見てみます。なんか可愛いイラストに舞妓さんめちゃくちゃ描いてあって、ギフトにもいいですね。あ、こんな感じ、すごい使いやすい。ホットとアイスどっちでも楽しめるみたいなので、じゃあちょっと入れていきます。すごいたっぷり入ってそう。抹茶のお湯を入れていきます。これかな、美味しそう。ちょっとねもう気温も結構暑くなってきたので、最近私はね、じゃあアイスで飲みたいと思いますこれをじゃあちょっと冷やしていきます。すごい、あの抹茶を立てた時のあの香りがする。はい、では氷を入れて冷えたので飲んでいきます。いただきます。うん、美味しい。めっちゃ美味しい。この抹茶の香りもしっかりするんですけど、この甘みも、こういうのって結構甘すぎたりとかするものもあるんですけど、本当に程よくて抹茶の良さを引き出していて、お店で飲む味です。これがお家でできるのは、こう急にお客さん来た時とかお友達来た時にこれ出せたらめちゃくちゃ喜ばれると思います。あっという間に飲んじゃいそう。このほうじ茶の方もこれは気になります。 JA タウン in 京都、修学旅行で行った渡月橋、風情ある嵐山の竹林、京都の美味しいふるさとをお届け。産地直送通販サイト JA タウン。では引き続き質問に答えていきたいと思います。自家製ドレッシングを作ったりしますか？そんなに頻繁には作らないんですけど、バナナマンの設楽さんがやってた人参をすりおろして、あとリンゴだったっけな、こう忘れちゃったら意味ないんですけど、携帯のねメモにメモしたんですけど、こう人参がメインのおかずにもなるようなドレッシングとかはたまに作ったりします。ひたすらすって、レタスとかに乗せてもなんかそう包んで食べるぐらい、こう人参がしっかり入ってるドレッシングとかで、そんなにこう味も濃すぎないし健康的なドレッシングみたいなのはお肉に乗せても美味しかったので、こう豚しゃぶみたいにしてそれにかけて食べたりとか、それもすごい美味しくてよくやります。よくやる割に忘れたんですけどいつも何も覚えてないので困ってます関係ないけど、スマブラでよく使うキャラは何ですかスマブラね、そう、私スマブラができなそうに見えるってよく言われるんですけど、割と強くて、弟がいるのでその弟と一緒に家でやってたりとかしてたんですけど、私が使うの大体カービィですね。カービィかヨッシーかな。あとたまにウィフィットトレーナーなんかあれはもうスタイル的に使いたい強そうとかじゃなくてスタイルがいい、使いたいっていう理由で使います。ただ私スマブラやってる時の難点は、こう2人こう対戦するじゃないですか。対戦してて
自分がカービィ使ってるって理解しながらやってるんですけど、なんか急になんかテンパっちゃうのか分かんないですけど、こうやってなった瞬間に私がこっちだと思っちゃって、急になんか下にドーンと落ちちゃうみたいなことがよくあります。それは強い弱いとかじゃなくて、もう勘違いだから、私はそこは、まあ、勝ち負けに入れてないんですけど、意図せずしてそれで負けることがありますね。はい、久々にやりたくなってきた。最近つなぎの似合う真夏さんが酪農や農業でやってみたいことってありますか？乳搾りやりたいです。なんかちっちゃい時ってよくやりませんでしたかね。どうですか？私すごいよくやってたんですけど、頻繁に。まあ牧場に家族で行く機会も多くて乳搾りして、でも大体の流れはそのままバター作りに行ってバターを作るんですけど、この前友達と旅行で牧場に行ったんですけど、乳搾りはできなくてバター作りだけやってきたんで、ちょっとその乳搾り体験はしたいなって。で昔はその牛乳とか給食で出る時にそんなに得意じゃなくて、飲みきれないなぐらいの時がよくあって、給食の時間の一番最後まで飲んでるタイプだったんですけど、大人になってからも牛乳もすごい大好きになって、そのありがたみを知った上で乳搾りして出来たての牛乳も飲んでみたいなって思います。何よりあのつなぎがすごい牧場に似合いそう。ゆるふわのね、いそうですよね。牧場続きで読もうか読まないか迷った質問を読みます。ぶりっ子な牛さんはどんな鳴き方をしますか？自ら、これ自分で選んでるか自ら選ぶのかよって感じですけど、じゃあいきます。もううんうんじゃないです。いいからいいんですよ。マネージャーさんはどこを見て拍手して、なんかあっちのドア見て拍手どういう状況ですか？不思議な反応をいただきました。すごい全然関係ない質問がある。好きな男性のタイプとか年齢スタイルなどありますか？嫌いな食べ物、好きな食べ物を知りたいです。すっごい聞くじゃん一個で。それはずるくないですか？いいの？しょうがない、答えてあげよう。年齢は別にもうすごい上でも下でも特にこだわりはありません。もう人間性が大事。なのでスタイルあんまり気にしたことないけど、私首がちょっと短いんですよ。なんか首が長い人にはちょっと目がいっちゃうかもしれない、自分にないものだからですかね。首が長かった、首が強そうだったり、伝わるかな。首が強そうっていう首。好きなタイプは穏やかで、あとは何だろう、私よりいろんなことができる人がいいです。私がちょっと機械苦手だったり方向音痴だったり、いろいろ日常的にポンコツな出来事が多いので、そういうのがちゃんとできる人がいいです。嫌いな食べ物ありません。はい、はい、好きな食べ物はもういっぱい、あ、ヤングコーンが好きです。そういえばそうだ、今これを言って思い出しましたけど、一昨日そうだ、ヤングコーン皮付きのやつを買って野菜室に入れてるんだっていうのを今思い出したので今日使います。ありがとうございます、この質問してくれて助かりました。実は JA グループでも電気を始めたんだよ。 JA 電気の3つのポイントは、お得、簡単、安心。ポイント1、料金がお得、農業用施設もお得になるよ。ポイント2、手続きが簡単、用意するのはこの3つ。ポイント3、安心して使える、 JA 電気に変えても電気が送られてくる仕組みは同じ。詳しくは JA 電気ホームページまで。さあ今日紹介したカプチーノセットは JA タウン JA 全農京都ショップで購入することができます。詳しくは概要欄のリンクをチェックしてみてください。また質問コーナーあるといいなと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回もお楽しみに。バイバイ。